お仕事したね。暴れましたな。おはようございます。しまーす。しゃー。ありがとうございます。ちなみにハッちゃんどっち置いてたの？トシンさん。トシンさんに会ったね。前日からそうでしたね。ちゃんと本当のトシンさん。でもヤミちゃん死んだ日ねバグって消えてたんだよ。うん。そう。あ、霊界からだと見えないパターンか。うん。そうそうそう。はい、おやすみ。はい、おやすみなさーい。あ。マジかよ。おお、何チャンスタイム。は？何？あの指さされてるよ。ね、ネルトン？スペースを引かれるのこれ。ネルトンは古いな。ちょっと待ったーっつって。何それ何それ何？何これ何これ。ネルトン知らん人がおる。何それはどれに対して言った？なんか指さされてたよね誰か。これは。あ、それか。ネズミってやつですね。戸田さんって緑結果でした。はい、はい、緑結果でした。私赤結果持ってます。お誰見たんでした。はっちゃん。はっちゃんもう行っちゃいますね。はっちゃん赤インベはぁ、じゃあゲンさん人外やわ。まあバカかもある。バカかもしれないですけど、バカの可能性なんだ。まずはっちゃんってインベ。僕インベっす。インベなんだ。いや、あの青い、あ、緑インベで突進さんを見てて、うん、緑インベです僕、うん、あで突進さん見てて、インベとゴーストって出てます、うん、どうなん。インベとゴースト、そうだ財宝。どちらさん的に相棒。インベズ、インベゲステーダーです。インベインベです。インベです。インベゲス、はい、はいはいはい。何回言っても偉そうだな。ヤミさんを見て緑でした。役職までは言いません。ヤミちゃんから緑の役職やったら言ってもらって、トトさんが真かどうかっていうのを照らし合わせるのもあり。ね、うん、はい、僕が緑トラッカーで、はっちゃんさんがトッシンさん家に行ってるのはい。僕はバカです。バカなんかい。はい、トラッパーで見えてました。トラッパーで見えてました。まあこれ。うん、トッシンさんって昨日サントスさん家に行ったりしてます？あ、行ってないです。僕昨日スナパイさんの家に行って。なんだこった。あの、はい、見ました。はいはい。なんだった？ポリス、オア、トラッパー。ああ、バカバカ。俺、トッシンさんに挑発した人です。あ、もう来ました来ました来ました。うん。私も挑発されてるの。僕です。あ、そう、じゃあ挑発2位で、ネズミが2。ネズミが2位で、で、キルなしで、ハッちゃんの赤が見えてるゲンさんが多分新ネズミかもしれないんだけど、うん、塗られてる可能性もあるから、ハッちゃんまだ釣りたくなくて、うんうん、っていう議論を回したかったんですけど。いいと思う。自分が言いたいこと全部言ってもらったら今いいと思います。いつかネズミにいるそうだな。めちゃくちゃとんでもない挑発。挑発にも赤いってもおかしくないかなと思ってて、うん、でだとしたらブレイマーも塗っててみたいな可能性はあると思ってるから、うん、どうなんだろうね。ブレイマーとかクリーナーがもし今日動いていたんであればもう片方はキルに行きそうなもんだけど、うんうん、でそれははっちゃんにも言えると思ってて、あの挑発とかに相方がいるんだったらはっちゃん切ればいいと思うんですよ、うん。これ普通にさ、はっちゃんさんがブレーマーで突進さんに塗ってて、もう一人が挑発も入れてるっていう。その場合、ゲンさんがバカになるかな。まあ、ありえるわ、ありえるよ。うん、インベって言ってるから、はっちゃんの。まあ、それはそう、結果はずれるけど、うん、突進さんに挑発したのが俺だから、はっちゃん、スナパイのラインとかも追われておかしくないかな。うんうんうん。なんか今、はっちゃんがブレーマーじゃないと成り立たないよね。うん。今、自称バカの人って誰ですか？はい、ナツピョンバカです。はい、トータスバカです。トシンもバカです。ナツトータス。3人だ。そうだね。3人は言ってる結果と合ってないね。うん、ナツピョンは分かんないけど、ナツピョンなんでバカ？あ、僕はトッシンさんがサントスさん家に行ってるように見えてます。ああ、そういう人だから。というか、トッシンスナパイヤンミがサントスさん家に行ってるように見えます。シェイ。おお。
あおおあらおおナイスナイス助かる大きいですね。あ、置かれたのかな。ああ緑蝶が今更で申し訳ないんですけど、またリスとか触っといてください。リスト？はい。リスとかカエルとか触っといてください。わかりました。ヤンミシテンサントスさんはこのキル関われないと思います。はい。ハッちゃんがゲンさんを見て、はい、青トラッパー赤ネズミって出てるんで、うん、まあ、そこはじゃあ対抗だね。で、うん、うんうん。どっちも緑の主張だけど、それが赤だって主張してるから、ハチヤマゲンのどっちかに赤がいるってあってそうだね。うんうんうん。もう一回ごめんなさい、ゲンさんが何で見えてるって言いました？緑トラッパー赤ネズミって出てるんで、あ、ありがとうございます。うん、あっちゃんがそこを見に行ったのはバカかどうか確認したいため。そうですね、まあ、私が緑ネズミって出るのか、うん、赤ネズミが出るのか見た方がはっちゃんしては分かりやすかったってことじゃないですか。で、まあ、そうですね。 で自分目線もアルトさんがゴーストって出てるから、突進さんって緑インベスかバカのどっちかになって、うん、自然的にまあゴーストではないってことが僕の中では分かってるんで、うんうんうん。あ、でもハッちゃん、トッシーさんの陰部は絶対バカですよ。俺を見て挑発で見えてないって。ああ、そうかそうかそうか、うん、うん、まあでもゴーストじゃなくなったってだけでありがたいな。俺がバカじゃなさそうだから。確かに、うん、赤能力持ちなのは間違いない。俺でも客観8弦多分どっちかに絶対赤いるけど、ここ以外の多分人外数の方が多いから、そっちの方を探したいなっていうのと、8弦以外で詰めれるんだったら詰めて、うん、詰めれなかったら決め打ちになりそうだなって。そう、決め打ちでもいますから、うんうん、はい、まあ、僕は言ってなかったですけど、僕は初日ルックアウトでサントスさん家に3人行ってて、もう全然もうバカです。はい、3人、はい、スナパイ突進ヤンミが行ってて、はい、僕は挑発打ってるから多分確定でそれは分かってたと思う。突進トータスナツピョンが初日の結果からバカ主張になってるから、サントさんはどう？私は僕目線絶対関われないから。うんうん、え、なんでなんですか？ちなみに僕トラッカーでサントさん違うと、はい、キルされてないところに伸びてるんで。あ、そうです、原産地に行ってます今日。そう、はいはいはい、うん、正直夏ピョン突進トータスってどちらかというと青っぽいんで、俺青ないで。俺青ないで。僕も青ないで。ネズミやってるから。あ、そっか、戸田さんネズミか。うん、そうだそうだ。あ、じゃあ、ぴょんちゃんが僕ってことになる？でも、ハチは見てくれてるから。あれ、これ、まとまないから、まとまないから8弦できます。なんかもう、間に合わない。サントスさんはめっちゃ信じてるとだけ言っときます。あ、そうなんや。8弦で言うたらね。わ、そっち。俺になんの？え？マジ？おー、あー、緑だ。おはよう。おはよう。めちゃくちゃ死んでる。なんとかよね。ドクター。ドクターいたんだね。うん。ああ。青のもう一枚が生存していて、それがゴーストでゲンさん家置いてるって人は先に言っといてください。今日釣りません。うん、ほな言わんやん誰も。誰なんですか？まあまあ、トシンさんか夏ピョンのタクなんですけど、青候補って。ピョンちゃんです。バカって言ってる人とかに青はいますよね。そう、今日ほっといたら原産釣りなんですけど、青の人がどうしたいかっていうのは確認しておかないと今日積んでる可能性があって。この感じだとサバイバーじゃなさそうですね。サバイバーだと赤の味方しますって一発目で言うと思います。よし、
ケンさんに投票しよう。1票目入れます。2票目、3票目。時短だ、時短だ。お、入った入った。時短だ、時短だ。え、もうでも4票入ったもんな。もうしゃあない、頑張って。ネズミ、ネズミですよ。心配さわないな。待って、よし。わー、お仕事したね。暴れましたな。うん、8弦だったら暴れられちゃったな。8の方が濃度低いっていう様子を落としたんやけれど、うん、村にあんまり響かんかったっぽい。そう、ね、私ん家に昨日サントスさんが来られてて、そう、言いたくなかったんだよ。だから行ったところは、まあ、サントスさんは、ああ、そうか、だから伏せてたのか。なるほどね。サントスさんがめっちゃ赤だと思ってたから、うん、なるほどなるほど、なるほどね。だからっていう、なるほどね。あ、だから伏せてくれたのか。なるほどなるほど。そう、でもキルしてないって言えば釣られない。これ再放送ありますよ。あ、なるほどね。一試合前の再放送ありますね。三色再放送で、ね、一人さん。昨日ね、はっちゃん家に置いてあったからね、そのタイミングでもトッシンさん釣られるかって、ね、そうだ、はっちゃん、ミドリインベ新宿だったら、トッシンさんゴースト角だ。あ、そうだよ。うん、探さなくても。ほぼ角だよ。ほぼほぼ角。ほぼ、ね、はっちゃんさんミドリインベだ。結果出してましたもんね、トッシンさんゴースト。うん、確かに。一応ね。ナスピョンもあるけどね。A さん、挑発強いな。うん、ある。だから。挑発あるから強気なんだ、これ。うん。こんなことある？あとゴーストズルですよね。いや、ゴーストはアルトさんで一番落ちてるから、もう一枚の青は何者か不明。青と赤っす、残り。なんて？うわ、まあ、青と赤がね、一枚ずつ残ってるってことですよね。うん、そうだね。で、これはスナパイさんの挑発。そうです。スナパイさんはピョンちゃんに出るんですか？いや、考えてる。トシンさんが青でナツピョンがバカだったら投票できない。まあ、ちなみに今回は4票で釣れます。4票入ったところで釣れますね、うん、そう、基本ナツピョン釣るかスキップのタクだと思いますね。そうだね、他の人にうん、釣れる票が集まることはないです。トシンさんってナツピョンが青だっていう話、トッシンさんかナツピョンさんのどっちかに青がいるってなった時に、はいはい、じゃあナツピョンですって多分スッと言ってたような気がしてて、はい、それが言えたのはトッシンさんが赤だからナツピョンが青って分かったって話かなって思ってたんだけど、正解です。これトータスさんに俺はいろいろ喋りたいな。トータスさんは僕今んとこ赤じゃないと思ってて、うん、今んとこありそうだなって思ってるのはスナッパイさん赤、トッシンさん青で見てて、いやとっていうのもとし、スナパイさんって仮にとし、うん、トータさんとかが切られてた場合はスナパイさんの一票投じでナツピョンを釣れるわけなんで、この挑発って、うんうんうん、だから僕は青読みで挑発してきた赤なのかなって勝手にまあ推測はしたりしてましたね今、うん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 、だけど結局青が何なのかって今推理したいなって思ってました。確かに、まあ、ボマーだとしたら爆発しなさすぎな気もしますし、あ、魔術師だったら撃てばいいなって。まあでもと、まあ、全員トータさんが赤、僕が青、スナパイさんが分かんないみたいな感じあるから、魔術がひよってるパターンもありますけど。そうね、ないか、自分目線青だから撃てるもんな。いや分かんねえな、残りの青なんだこれ。分かって一つも分からん、分かんないっすよねこれ。だからもうちょんちゃんサバイバーが絶対ないでしょ。うん、サバイバーはない。チーフシリキラも一旦弾かなきゃいけない、うん、ゴーストだったら言うべき、うん、ゴーストだったら言うべき。ゴマーか魔術師なんだよな、あるとしたら。ゴーストだったら言うべきなのこれ。ゴーストだったら言わないと。この4人盤面3人だったらもうゴースト負けるんで。僕ゴーストです、僕ゴーストです。うわ、でどこにあるの。スナパイさんのところに。まあでも釣れないから、じゃあ釣れる未来は100ないですね。ないな。まあでも一旦じゃあスキップするしかないな。じゃあそうね、もう1日待つしかないかな。じゃあトッシンさんゴーストじゃないんだ。いや
ごっそだったんですけど間違えておっしゃいました。なんじゃそりゃ。なんじゃそりゃ。いいですよ。これ砂林さん、突進さん残すやろ。トータスキルやろこれ。いやそんなわざわざ伸ばすことするかな。いやの伸ばすっていうか、あ、ま、どの道、うん、そうか釣れるか。なんで釣れたんだナスピオさん今。ナスピオさん生きたらまだチャンスあった？僕が生きたら結局スナパイが切るので、うん、突進さんかスナパイさんを勝たせるゲームになりますかね。スナパイがどっちか切るはずなんで、到達さん、はいはいはい、ですよね。緑はもう厳しいですよね、うん、多分。いや逆じゃないですかね、多分突進さんの勝ち目が僕緑が切られた瞬間突進さんの勝ち目がなくなるんで、突進さんの票を緑がもらうか、うん、赤がもらうかっていう。そう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 だね、そうだね。だから突進さんの勝ちがなくなるのか。あ、そう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 、スナパイ釣るか到達さん釣るか。そうだね、到達さん釣るかで赤対緑になるのかな、突進さんの票回収で。なのに入れちゃった。なるほどね。ああなるほどね。あ、解説で。あ、なるほど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 。めちゃくちゃもろい。切れたわ。あ、切れた切れた。やった。やった。脱出。やりました。海外へ行ってきます。あ、力弱い。ジジイ、うざい、ジジイ。なんか実績解除の音がしました。テコリンって。おお。勝ったからです。勝ったからだ。ありがとうございます。うん。